どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリインボーク、メンテナンスが明けまして、新しい、フェス、今月のフェスは、爆発する潜在能力、米橋最古ということで、欲しかったキャラクターの一人がついに実装されて登場しました。早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。まず、ステータスからですね、HP が11822ということで、まあ、普通かな。で、攻撃力、防御力ともに、かなり低めなんですけど、攻撃力が643で、防御が386ということで、最近のキャラでいうとどちらも1000乗っておいてほしいところはあったんですが、こいつ覚醒キャラで倍率かかるんで、まあまあまあって感じですね。まあイラスト素晴らしいと思います。あのカグネの、感じとかすごい好きですね。ちょっとポップな感じなのかな、イワークみてえだな。こいつ5突した時の固有アビリティがブレイクバースト S プラス味方全体で、味方の攻撃力を上げるバフですね、 1.75 倍。これエトと同じかな。で、ガード無効化に、回避無効化で、クリティカルアップ、ダブルスマイナスで 30% アップからの麻痺の迫撃 SS マイナスダブルスマイナスということで、麻痺状態の敵に対して 1.6 倍ダメージなんですが、麻痺っていうとプレミアムだったら、あとあのアンテイクのほらさ、あの透過だね、あれとか世もあったのかな、ちょっと使ってないからあんま覚えてないんですけど、あとひなみかな、フェスゲンの確かそうだったような気がするよ、麻痺関係で言うと。でスキルですね、こいつ覚醒するときに倍率かかります。で覚醒する前のスキルも、倍率かかるのか。3ターンでは自身の攻撃力2倍、防御力 1.75 倍にして、ガード率を 40% アップする。これどうしても1ターン目に打っておきたいところですね。でスキル2覚醒状態になるときに、自身の攻撃力3倍、スキルゲージ増加量が2倍、アタックポイントが11でまあまああるんで、まあどれだけスキル打てるかわかんないんですけど、まあそこはちょっと使ってみないとね。で、最後のですね、覚醒後のカグネの攻撃ですね、3ターンの間敵全員麻痺状態に確定ですね。これで、敵全員に攻撃力10倍のワンパンなんだね、10倍で1回殴ると。で、武器耐久値マイナス8、この10倍っていうのは多分歴代2位だと思うね。歴代1位があのカナエなんで12倍っていうね。まあ、カナよりかは火力出ると思うけど、10倍というか歴代2位ですね、倍率的には。はい、オーバーキルは確実にできるんじゃないでしょうか。というわけですね、こいつ引くって言ったんで、確定枠までとりあえず回したいと思います。これ提供割合見てみるとですね、10連回して、最終ステップまで行った時に、確実に手に入るんで、まあ手に入れておきたいところではある。あとは促進剤で熟練度 100% にします。はい、じゃあ行きましょう。で、フェスなんですけど、もう持ってないキャラがね、ほんと数体、まあこの前月山追加されたの引いてないんで、月山追加して3体なんですよね。まあ、犬と猿と月山だけなんですよ。まあそろそろコンプしたいところではある。そろそろコンプしておきたいところである。まあ来月3周年だし、まあ3周年でさ、フェスゲン一体、交換とかいうそんな太っ腹のことはしてくれないのかな。なんか最近スペシャルガシャが結構ガチになってきたから、なるほどね、ちょっと期待しちゃったけど、まあ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 、あのスペシャルガシャがガチになってきたから、まあフェスゲンこんだけ増えたからね、1体ぐらい交換してもいいんじゃないかなとか思ってみたりしてます。まあキャラは当てる前提で、その後の育成が大変なゲームなんでね。まあ、一体持ちは、まあ、当たり前なんじゃないかなと、まあ、このゲームでは。まあ、促進剤貯めるの大変だと思うんですけど、初心者の方は。さあ、3ステップ目、これ確定なのかな ?SSR が確定の枠、3、5、7かな、確定は。で、5がフェスゲン1体確定なんで、さあ、おっと、操作官だぞ。これ、タラララララランが聞こえた瞬間に、あれだから、最高だから、これは。あ、でもプレミアムのキャラっていう可能性はあるのか。俺プレミアムキャラ持ってないの多いからな。なるほどね。私俺篠原さん通算10回ぐらいは当たってると思うんだよね、正直。さあ4ステップ目ですね。篠原さんに関しては俺通算10回は当たってると思ってる。さあ SR、まあ、これは飛ばします。さあここでフェスゲン1体確定。まあ今促進剤この前最古に80個ぐらい使ったんで、今60数個しかないんで、まあまあまあ、あさって月が変わって促進剤20個ショップで買えるとしても、ここでね、2体ぐらいは当てておきたいよね、最高。
まあ占領船で貯まるかってなるけど、占領船20個貯めるまで時間かかるからな。おっとおっとなるほどね、なるほどね。まあ、捜査官のフェスゲン欲しいって言ったらなんだろう、もう大体、まあ、俺そういや全然アリ守ってね。メンターかー、メンターさ、今あのピックアップの方でも来てたけど、まあ向こうの方いた方が確率高いと思うね。メンターかー、なるほどね。メンターも結局促進剤でまあだいぶ前だけどね、やったの11月ぐらいだったのかな。まあ、メンター強いですよ正直、うん、汎用性高いと思う。いろんなキラーついてるし、今特攻乗ってるのかな。まあ先週特攻乗ってたんでガチで強かったんだけど。さあグールですね。いやー出ねえな、出なかったか。確定枠でまあ2体来てくれたりはしないのかな。てか最近スペシャルガシャ来てなくね、来たっけ。誤算系ヤモリも最近妙に俺に食らいついてくるんだけど。さあラスト、これで、サイコ1体確定ですね。まあ絵と引けなかった方、はい、いると思うんですけど。まあ、一応ね、あの、絵とと同じブレイクバースト S プラスの味方全体にかかるバフ持ちなんで、まあ、持ってない方がいたらこいつ当てるのもいいんじゃないかなと思いますね。絵とと属性違うから多分、属性見てないけど。まさかの1体だけって、まあいいや。絵とと属性違うんでね、なんかで火力出したいって時に俺は最高、闇じゃねえ火力出したい時に使うと思います。はい、というわけで、ほいやさ、今回ですね、フェスゲン新しく登場した爆発、なんだっけ、爆発する潜在能力の米橋最高ですね、の方を確定枠まで回しました。皆さんは無事引くことができたでしょうか。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。